こんにちは、クラスメソッドの菊池です。このセッションはですね、All AWS Certifications Engineer による AWS 認定全制覇への道ということで、えー、私、菊池からお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。まずですね、クラスメソッドの AWS 認定なんですけれども、全社でですね、認定数800以上ということで、 えー、エンジニアがですね、数多くの AWS 認定を取得しています。そしてですね、先日発表されました AWS サーティフィケーションアワード2019ということで、AWS のパートナー単位でですね、プロフェッショナルの認定と、 スペシャルティの認定この分野でですね非常に多くの認定合格者を輩出しているということで AWS から認定を受けておりますそしてですねこちらも先日発表されました AWS 認定十二種類すべてを取得している2020 APN All AWS サーティフィケーションズエンジニアということで弊社からですね五名のエンジニアが認定を受けましたでここ実はですね五名の認定を受けてるんですがこの十二個の認定すべてを取得しているエンジニアが実はプラス二名おりまして全体 で7名弊社には在籍しておりますこの2名はですね、応募の時点で12個全部取っていたんですけれども、あの、申請をしなかったと、していなかったということで、残念ながら認定を受けていないんですけれども、弊社では全部で7名のジェルエンジニアが在籍しております。え、改めて私の方の自己紹介させていただきます。クラスメソッド AWS 事業本部コンサルティング部に所属しております、菊池修二と申します。昨年ですね、2019年、ジャパン APN アンバサダーということで、AWS の情報発信 をしているエンジニアということで認定をいただいております。今年は先ほどご紹介しました2020 APN All AWS Certifications e n g i n ということで12種類の認定を全部取得しているエンジニアということで認定をいただいております。それではですね AWS の認定ってどんなものがあるのかということを最初にご紹介しておきたいと思います。えー、こちらに出してますように AWS の認定全部で12個あるんですけれどもレベルごとにですね基礎レベル、アソシエイトレベル、プロフェッショナルレベルという3つの分野と専門領域 絞られているスペシャルティという、えー、全部で12個ですね基礎レベルが1つアソシエイトレベルで3つプロフェッショナルレベルで2つ専門分野で6つ全部で12個の認定をが用意されておりますまず、えー、基礎レベルなんですけれども え、こちら、クラウドプラクティショナーという認定ですね。目安としては6ヶ月間ぐらい、えー、基礎的な AWS クラウドと業界知識を持った方を目安、想定しているということで、こちらについてはですね、エンジニアのみならず、クラウド業界で業務をする人ですね、すべてに対して対象としている認定試験となっております。で、アソシエイトレベルなんですけれども、アソシエイトレベル3つありまして、1つ目がですね、ソリューションアーキテクトアソシエイトということで、可用性コススト効率対象外装及びスケーラビリティにそぐれた分 さん、システムを aws で設計した実務経験が1年以上あるソリューションアーキテクト設計ですね。ソリューションアーキテクトというロールのアソシエイト試験が1つ目です。そして2つ目ですね。シソープスアドミニストレーターアソシエイトということで、開発管理運用に関する。 一年以上の経験を持つシソープスを担当するシステムアドミニストレーターということで管理運用に特化した試験ですね。そして3つ目、アソシエイトレベルの三つ目がデベロッパーアソシエイトということで AWS ベースのアプリケーションの開発や保守における一年以上の実務経験がある開発担当者ということで開発者向けの認定となっております。続いてプロフェッショナルレベルです。ソリューションアーキテクトプロフェッショナルということで AWS におけるシステム管理及び運用に関する2年以上の実務経験を持つソリューションアーキテクト。 ということで、ソリューションアーキテクトの上位資格となっております。そしてもう一つが DevOps エンジニアプロフェッショナル。AWS 環境のプロビジョニング運用管理において2年以上の経験を持つ DevOps エンジニアということで、シスオプスのアソシエート。 そしてデベロッパーのアソシエート。この二つの上位試験ということで、デブオプスエンジニアプロフェッショナルというものがあります。そして専門知識ですね。専門知識全部で6つあるんですが、まず1つ目が、アドバンスドネットワーキングスペシャリティ。複雑なネットワークタスクにかか携わる個人向けの資格ということで、ネットワーク管理者向けの試験です。で、セキュリティスペシャリティ。最低2年間の AWS のワークロードの方に関する実務経験を持つセキュリティ担当者ということで、 AWS のセキュリティ全般に関する認定となっております。マシンラーニングスペシャリティ。与えられたビジネス上の問題に対する機械学習、ソリューション設計、実装、デプロイ、維持する、開発あるいはデータサイエンスの業務を行っている方という、機械学習の専門認定と。アレクサスキルビルダースペシャリティということで、Amazon アレクサスキルを構築、テスト、公開するアレクサスキルビルダーとしての役割を担当する方向けの認定と。そして、データアナリティクススペシャリティ。 AWS データレイク及よび分析サービスの専門知識ということですが、こちらはですね、以前あったビッグデータスペシャリティというものがあるんですが、今年の4月から改定されまして、データアナリティクススペシャリティというものになっております。こちらが一番最近登場したものですが、データベーススペシャリティというものですね。ユースケースに応じ最適な、A、AWS データベースソリューションの設計提案及び保証を行う能力。このですね、えー、基礎レベル1つ、アソシエートレベル3つ、プロフェッショナルレベル2つ、 スペシャリティ6つという、この12個の認定が AWS 認定として用意されております。ここからはですね、AWS の認定試験って実際どうなのよというところでご紹介していきたいと思います。まずですね、AWS 認定各試験の難易度どんなもんですかというものなんですが、このあたりですね、これから認定取得したいという方が気になるかと思いますが、ここはですね、まあぶっちゃけ人によりますという感じなんですけれども、もともと持っているですね、あの基礎知識であったりとか、普段の業務でどういう役割を持っているかによって、 かかなりです、ねえー、感じ方ととといいいいいううううののの人それぞれれぞだだ思思んですすがこれ、まあ、私の場合どうだったたを紹介していきたいと思います簡単なもの、取りやすかったなと思うものから順に紹介していきたいと思います。まずですね、こちら、12番目、クラウドプラクティショナー。そうですね、これ、あのー、受けたこと自体は、後から登場したので、後々後になって受けたんですけれども、やはり基礎レベルということで、すんなり取ることができたかなということなので、これから認定を受けていきたいという方にも、まず受けてみるのに非常におすすめの認定とな なっております続いてですね、ここほぼ同率なんですけれども、ソリューションアーキテクトアソシエートとシソープスアドミニストレーターアソシエート。 はい、この二つが、ま、比較的受けやすかったかなと。続いて、デベロッパーアソシエートですね。えー、アソシエート三つの試験というのは、ロールによっても難易度の感じ方っていうのは違うと思うんですけれども、受ける順序としては、この三つの中から、経験と知識の中で一番近いものから受けていくのがいいんじゃないかな。そして、アソシエート一つ取ったら、違う分野のアソシエート残り二つを攻めていくということが、おすすめです。続いて、こちらも同率ですけれども、データベーススペシャリティとセキュリティスペシャリティ。はい。 この二つの試験が、まあ割かし、やりやすかったかな、という。 印象です。まあ、私自身もともと、あの、インフラをベースにやってきているというのと、AWS 自体は、AWS 自体の、まあ、業務経験というのがあったというのがあって、この二つについてはかなり取りやすかった印象があります。続いて、アドバンスドネットワークスペシャリティですね。このあたりはだいぶ個人によって難易度の感じ方が違うかなと思うんですけれども、私自身がインフラエンジニアをやってきたということと、ネットワークはわりかし好きな分野が、そういうのもあったので、まあ、スペシャリティの中では受けやすい すいい方向だったかなと思います5番目が、ソリューションアーキテクトプロフェッショナルですね。ソリューションアーキテクトプロフェッショナルは、クラスメソッドに入る前に撮ったんですが、受験自体取得すること自体にはかなり苦労した印象があります。まあ当時そこまで AWS にガッツリやってたっていうわけでもなかったというのと、試験に対する情報とか、えー、勉強するソースっていうのもあまり知られてなかったというのもあって、えー、結構苦労したなとは思いつつも、まあ今であればもう一回受けてどうですかっていうと、まあ なんとかなるかなという実感です。続いてですね、デブオプスエンジニアプロフェッショナルです。ここ、プロフェッショナルの認定資格が2つ並んでいるんですけれども、どちらが難しかったかというと、私の中ではデブオプスエンジニアかなと。もともと、あの、開発寄りではなかったというのもあるので、まあ、インフラ寄りの ベースがあった分、ソリューションアーキテクトの方が、まあ、やりやすく感じたというところですね。続いて、ビッグデータスペシャリティですね。これは結構大変だったなという、もともと分析業務っていうのをあまりやったことがなかったっていうのがあって、とっつきにくいところがありました。マシンラーニングスペシャリティという。こちらもですね、機械学習を真剣に勉強したことがなかったので、まずあの、教養レベルで勉強するところからスタートしたということがあって、え結構苦労しました。そしてですね、あの、一番苦労したのがアレクサスキルビルダースペシャリティ。まあ、アレクサの開発 発というのは、自分でちょろっとやったことはあったんですけれども、まあ、それぐらいしかやったことがなかったというのと、まあ、非常にですね、あの、まあ、絞られた分野ということで、まあ、その分深い知識を求められるのかなということで、結構苦労しました。私の中での難易度、えー、聞く知的な難易度というと、こういう形になっております。どうですか、参考になったでしょうか。ちなみにですね、この辺りにラインがあって、この上4つ、アレクサー、Alexa マシンラーニング、ビッグデータ、デブオプスですね。このあたりぐらいからは、えー、もう一回受けた時に確実に受かるかって言われるとちょっと怪しいなというラインです。 続いてですねどのようにこの認定資格を取るのに学習したかということですがこちらをご紹介していきたいと思います、えー、まず試験に申し込んでください、えー、申し込まないことには当然受かりません勉強していけそうなかなと思ってから申し込むという人もいるかもしれませんが私の場合は先に申し込みます申し込んで締め切りドビリ文でいつまでに勉強しなきゃいけないっていうのがないとなかなかですね身が入らないというのもあってまず先に申し込むことから始めます、まあ、昨今ですねいろいろ事情があって試験 センターまで受けに行くというのがやりづらいということもあるかもしれないんですけれども今ですねオンライン試験で受けるということもできるようになっておりますこちらのデベロッパー代用の記事でもですね AWS 認定試験自宅で受けるオンライン試験で受けるということも可能になっているということでこちらでも紹介しておりますまず申し込みましょう準備できて受けようってなったとき申し込みしようとしたときに、まあ、都合よく 受けれる日程が空いてるかとかですね、その日受けたいタイミングで予約取れるかってまた別の話なので、まずは受けたい、受けられる日程をしっかり抑えるということを先にやるのをお勧めしております。ということで、まずは試験に申し込みましょう。続いてですね、試験のページ、あと試験の公式ガイドですね、こちらをまず読みましょう。このようにですね、試験のについてのページというのが公式にあります。えっ、ー、と、ここからですね、試験ガイドのダウンロードというのもできます。えー、試験ガイド、えー、試験ごとにですね、どういった試験、どういっ種趣旨なのか、 どういう知識を問うのかと。ういう前提が書いてありますので、まず、これでちゃんと試験がどういうものかというのを知りましょう。サンプル問題、模擬試験を解くというのをやります。先ほどの試験のページと同じところなんですけれども、サンプル問題というのがダウンロードできるようになっております。試験ごとにですね、こういう日本語の形でですね、どういった試験が出るのかというのがサンプルとして出ております。全く同じ問題が出るということはないと思うんですけれども、どういった趣旨のレベルの問題であるとかわかりますので、まずこれに取ってみることを おおすすめしておりますじゃあ、有料なんですけれども、え、模擬試験というのも、えーで、受けられるようになっておりますので、えー、模擬試験を申し込んで、こちらもどういうレベルの問題が出るのかとか、自分がどの程度知識で足りているのかというのを、まず問題解いてやってみるというのがおすすめです。模擬試験はですね、2000円か4000円の、えー、試験受験料かかるんですけれども、まあ、試験本番に比べればかなり安く受けれることができるので、まずこれを受けると。ね、私の場合は、えー、いろいろ勉強する前に、まず模擬試験サンプル問題を受けます。そうすることで ですね。あの、勉強のターゲット立てやすいのと、どの程度、その試験に対して、ベースの知識であるとか、そういうものが。 スキルが足りてるのかというのを知ることができるというのが、えー、まずいいかなということで、まず受けるというのをやります。サンプル問題模擬試験を解いたら続いて、そこでですね、わからなかった部分というのが出てきますので、それを調べましょう。で、何を使ってわからない部分を調べるか。えー、おすすめはですね、まず、クラウドサービス活用資料集トップというページなんですけども、AWS 公式でですね、いろいろな AWS 学習する上でのコンテンツというのを出してますので、こちらをおすすめします。えー、クラウドサービス活用資料集でググると出てきます。この中にですね、 サービス別 AWS のたくさんあるサービスの資料というのが出ております。こちらはですね、あのオンラインセミナーでやっている AWS ブラックベルトと呼ばれるものですね。こちらで公開された、えー、資料スライドであったり、あるいは YouTube の動画というのを見ることができますので、これでですね、各サービスがどういうものなのか、どういう特徴なのかというのを理解することがおすすめです。そして公式ドキュメントですね。AWS の各サービスの公式ドキュメントを読むというのが、えー、大事です。細かい仕様であるとか制限というのも、えー、理解。 する必要というのが出てきますので、公式ドキュメントというのが一番の教材になるかと思います。え順序としては、先ほどのですね、AWS ブラックベルトのスライド、これを見てサービスの概要であるとか特徴というのを ここれを短時間でで把握すすることができますそして、細かいところについては公式ドキュメントを読み込むというのがいいんではないでしょうか。そして、あともう一つ強くお勧めしておきたいのが、AWS のベストプラクティスを知るということですね。AWS の、えー、こちら Well Architected と呼ばれるものですけれども、AWS を利用する、設計していく上で、AWS が推奨すること、AWS が良しとすることというのが、えー、ここのですね、ホワイトペーパーであったりとか、いろいろなコンテンツでまとまっております。基本的にですね、 ね、え、AWS の認定試験ですので、AWS をうまく使っていく上での推奨事項であるとか、より良い使い方というのが問われますので、 AWS が何を良しとするのかと、AWS のベストプラクティスは何かというのを知っておくことが大事となります。言ってしまえばですね、AWS が推奨できないこととかですね、AWS がお勧めしないやり方が正解になることというのがないので、AWS が良しとするやり方というのを理解するという上で、この辺りのホワイトペーパーをしっかり理解しておきましょう。この辺がですね、理解できてくると、 ちょっといまいち自信持てないとか、ここどうだったかなとかっていうものが、AWS が推奨するやり方だったらこうだろうとか、AWS がこれを正解にすることはないだろうなみたいなものがなんとなく見えてくるので、得点につなげやすくなるかなと思います。まずは試験に申し込んで、期日を決めて学習に取り組みましょうということと、試験のページ、ガイドをよく読んで試験を知るということ。 そして、サンプル問題模擬試験を解いて、自分の知識がどこまで足りてるのか、どこが分かってないのかというのを知る。で、えー、続いて分からない部分を調べる。結構ですね、3と4を繰り返すことあります。サンプル問題トーく、模擬試験解いて、分からない部分を調べ、調べてやったことに対して、まあ、答え合わせの意味を兼ねて、もう一回模擬試験を受けてみるということもやったりします。 模擬試験はですね、都度お金はかかるんですけれども、何回でもその場で受けることができます。ただですね、模擬試験だと、正答率はわかるんですけれども、どの問題が間違えているとか、正解がどれだったかというのはわからないので、それについては4のステップで、わからない部分を調べて、もう一回3に戻って解いてみるというのを繰り返して。 生きておりますまあ、12個もある資格これだけ取って何かいいことあるのかよということで試験取得のメリットはということですがまずです、ね、いいことあるよって言えることの一つ目なんですけれども AWS の大きめのイベントですね AWS リインベントですとか AWS サミットそういったイベントに行きますと認定を取得している人向けのですねサーティフィケーションラウンジというものが用意されておりますまあ、そこでですね認定持ってる人しか入れないま部屋がありましてまあ、ノベルティもらえたりですとか軽食が用 用意されてたりとかあとですねあのまあ、電源使える場所が席が使えたりとかっていうことでまあ、イベントの中でですね結構 AWS サミットなんかそうですけど1日参加してると結構疲れてくれたりとかまあ、PC のバッテリーが足りないとかってことになるんですけれどもそういう時にですね利用することができるので持っているといいことがあるよというのが一つですじゃあそれ以外に何かあるのかよっていうことなんですけれどもこの AWS 認定というのは資格ではないので 独占業務では、というのは正直ないです。この認定を持っていなければできない仕事というのは正直なところはないので、これがあるからですね、まあ、突然、まあ年収が増えるとかそういうこともあんまりないんじゃないかなと思います。じゃあなぜ認定試験を取るのかということなんですけれども、一つ目が、学習の指標ということを考えております。例えば、まあ AWS を勉強していきたい、AWS 使えるようになりたいといったときに、まあ明確にですね、業務上これが、 これをできるようにならなければいけないとか、今目の前にこの課題があるとか、そういう時はいいんですけれども、そうじゃないとなかなかですね、何を持って勉強しましょうか、何を道筋に勉強するとか、何ができたからできるようになったとか、そういう実感って難しいと思います。そういう時に、この認定資格を取るっていうのはまあ一つ目標としてやることで、まあ、勉強の指標として使えるんではないかなというのがまず一個。試験に合格することで受信につながったりとか。そしてあとですね、正直、試験合格したから世界が変わるかというと、えそんなに変わることは ないかなというのが、えー、私の実感です合格したから突然ですね何かができるようになるというわけでもないですまたですねあのー、人によってはですねベンダー試験を受けること何か意味あるんですかみたいなという人もいるかもしれないんですけれども認定試験を受けるためのだけの勉強というのもそれだけやってもしょうがないですしもちろんですねそれに合わせて実務で使っていくというのも非常に重要になってくるのでこの認定試験というのはいわゆる筋トレみたいなものですた基礎を固めてベースとなる土台をつけていくための筋トレみたい みたいなものだというふうに理解してます筋トレだけしてても実際の競技うまくいくかというとそうでもないですけれども実もうまくやるためには必要な、えー、基礎力っていうのを固めていかなければいけないという意味で、えー、筋トレという表現をしております、えー、もう一つがですね、えー、市場価値を高める一つの要素という思っております まあ AWS が使えるというのも AWS をよく知っているというのが今市場価値の評価にはなってくると思うんですけれどもこれも認定を持っているだけで市場価値すごく高まるかというとそうではなくて で、自分をですね、尖らせていく、自分の磨いていく上の、まあ一つの要素ですと。市場価値を高め、高めるという観点で言うと、こういう認定を1個持ってるっていうと、一定の価値はあると思うんですけれども、やはりですね、あの、希少性があればあるほど、市場価値っていうのは上がってくると思いますので、例えばですね、えー、この認定資格を全部取るであるとか、 あるいは最速で取る。一番最初に取るっていうのが自分の価値を高めていく上での重要な要素じゃないかなと思っております。というわけでですね、AWS の認定試験12個を取っていく上でのどのように取ってきたか、どのように勉強していけばいいかということをお話しさせていただきました。ぜひですね、これを聞いていただいた方にも認定試験を取っていただいて、自分のエンジニアとしての価値を磨いていただければなと思います。ご清聴ありがとうございました。